キヤノン株式会社総合デザインセンター小林夏子と申します。よろしくお願いいたします。 EOS が生まれて25年、写真を愛する人々との出会いで EOS は進化を続けてきました。そして2012年、 EOS は新たなフィールドへ歩み出します。 EOS の良さはこのままに、こんなに小さくなったのです。新しい EOS、 EOS M、 もちろんそこには EOS から受け継がれる撮影へのこだわりも宿っています。例えばこの大胆にカットされたシャッター周り、歴代の EOS から受け継ぐこの形を EOS M でも継承しています。 EOS M に最適なこの形を導き出すためにこれほどの試作を繰り返しました。この大胆にカットされたシャッター周りは、本体をホールドしたときに自然と人差し指がシャッターボタンに導かれる形となっています。また色についてもこだわりがあります。 EOS M が持つ繊細な質感を出す塗装、これを実現するのに必要だったのが日本の匠の技術でした。何度も試作を重ね、この色にたどり着いたのです。そしてどんなレンズをつけても耐え抜く強靭なボディ、これにも日本の技術が宿っています。こうして日本の技術者と私たちデザイナーが力を合わせることで EOS M は生まれました。このように一眼としての機能や性能を持っている EOS M ですが、もちろん一眼初心者ユーザー向けにもいろいろな機能が搭載されています。今回はその機能について一人の女性ユーザーをモデルに紹介していきたいと思います。小さくて軽い EOS M はちょっとした街中でのお散歩スナップにも最適です。例えばカフェ、頼んだケーキをいろいろな雰囲気で撮影したい、そんな時も EOS M はとても簡単に撮影することができます。タッチパネルを搭載していますので、直接ピントを合わせたいところにタッチするだけでその被写体にピントを合わせることができます。また明るさを変えるのも簡単です。こちらもタッチパネルを搭載していますので、直接操作することで見たままに明るさを変更することができます。こうしてタッチパネルの操作だけでとても素敵な写真を撮ることができます。いろいろなフィルター加工も入っていますので、さまざまな雰囲気の写真をぜひ楽しんでみてほしいです。このように簡単に撮影できる EOS M ですが、もちろん本格的な使い方もできます。例えば公園を散歩していて何か撮りたいものを見つけたとき、ちょっと遠くの被写体でも EOS M で拡張性のある EOS M だったら簡単に撮影することができます。今までの EOS シリーズのレンズをすべて使うことができますので、今ついているレンズを外して大きいレンズを装着して撮影することもできます。このようにいろいろなレンズを使ってぜひプロカメラマンになった気分で撮影を楽しんでみてください。あんなに遠かった旗もこんなに大きく撮影することができました。ありふれた日常の風景を素敵に撮影することができる EOS M。 こちらの写真ですが、私たちデザイナーが自ら EOS M を使って撮影をしに行きました。 EOS M との出会いでぜひいろいろな人に写真の新しい楽しさを知っていただきたい。パーティーのような華やかなシーンでも、登山のようなアクティブなシーンでも、芸術やアートの趣味の世界でも、幅広いシーンで
幅広い人々に使っていただきたいと思っています。写真を愛する人々との出会いがある限り、 EOS は進化を続けていきます。見たこともない一瞬をその手に、もっと世界が好きになる EOS M。ご清聴ありがとうございました。